チビチャンネル。はい、どうも、カズマサです。お久しぶりー。ちょーくりもんくんですね。そうでーす。やばくない？今日楽しい。今日最高だよね。すげー晴れてて、楽しいね。感想がもう小学生だから。小学生だよね。楽しいしか言えない。今日マジでやばい。妙高エリアに来たんですけど、ね、今日12月29だね、うん、でちょっと杉の原がね、妙高来たんだけど空いてない。空いてない。気がなくて空いてなくて、でちょっと地形がやばい。ゲレンデに来たら本当に地形がやばかった。そうなの。中一はパウダーで、中一パウダーでジムばっかじゃないからね。そう、今日はスノーボードしてるね。そうしてる。でどこのゲレンデに来たかというと、妙高エリアの関温泉というスキー場なんですけど、めっちゃやばい。カズくんがね、これ上手くなってるわ。俺久しぶりにこれやってるけど、カズくんのこれ上手くなってるわ。なんかすごいね。いや関温泉初めて来たんですけど僕。これ2回目。リフトがちょっと2本しかないけど、どうなんかなーって思って来てみたら、もう十分、もうすんごいの。来ないとわかんないからね、みんな来た方がいいよ。ちょっとね、雪がまだ少ないから、ちょっとね、プッシュがいっぱい出てやってる時もあるけど、まあなんとかなる。スキルでごまかそう。スキルでごまかす、うん、俺はごまかさないけど、上手い人だったら大丈夫。大丈夫だね。これやばいわ。そうだね、来てよかった、うん、飛びまくれる。いや地形がやばい。まず本当に地形がすごいわ、うん、めっちゃ飛べる。外人4人組で滑りに来てるんですけど、10メーターキッカー並みに飛んだよ。ねえ、まあやられだけど、うん、もう飛び方がそんな感じ。板履いてなかったらもう確実にね、殺で。そうそうそう、死んでたね、うん、その映像はこのトークの後に流れるとは思うんですけど、流れないかもしれない。楽しすぎるこのゲレンデ。もうね、そのやっぱね、あれなんだよ、難しいことだと表現できないから、うん、楽しいってやばいしか言えないから。で、とりあえず朝滑ったんですけど、パウダーで一発目撮りたかったんだけど、ちょっと GoPro を下に忘れてきたんで撮れなかったんですけど、もう肝心なとこあれだから、肝心なとこちょっと残念だったんだけど、うん、今日かなちゃんがいないんで、ちょっと自撮りで撮ってこうかなと思うんですけど、セルフィーで、セルフィーで行こう。僕の顔なんて見たくないと思うんですけどね。見たいやつだっているよ。いるかな。いると思う。俺のファンいる。いる。なら嬉しい。じゃあ僕だけの映像ですけど、みんなそのまま最後まで見ていただければ、不幸中の幸い極まりないぞということでやっていきましょう。じゃあとりあえずね、上一番上まで行きたいと思います。でちょっとパウダーがもうないんで、このシングルレーンに乗って上に行きたいと思います。怖い。いや一人リフトなんですよね、ここ。めっちゃ怖い。とりあえず上から自撮りで撮っていきたいと思います。やばいよ、絶景。上まで来たけど、これ見た方がいい。今やばいね、景色やばない。でも一番上まで着いたんで、トップはボトムって感じで。トップな TTB だよ。ちょっとクリちゃんに今からちょっと撮ってもらおうと思いますん で、パウダーだからちょっと自撮りがクソむずいから。あ、自撮りじゃねえな、追い撮り。追い撮りが超むずいから。俺下手くそだから、スノーボード。いやそんなことないって。まあこけるから、まあいいや、うん、ちょっとお願いします、クリちゃん。取れてない。いけ、ホームビデオ。おやべえ。おお。もう取れない。もう全然取れないわ。戻るしかないね。じゃあ今から。頑張ったけど。ここ危ないわ。ここ危ないよ。あー、もう崖。あ、やばい、あ、やばい、あ、やばい。見て、もうこれやばい。もう土だよ、もう土だよ、もう土だよ。あら、ここ来たよ。行きますよ。あ、遠いわ。ここからね、もう普通のコースなんで、初心者バーンって感じでね。初バーン、初バーン、適当にフリーランしていきたいと。そうだね、適当が一番。
からみんなでぶっ飛びたいと思います。やば。よお祈り終了しました。叩くそうでごめんなさい。叩かれるから嫌やわ。いや上のねパウダーのお祈りはマジで難しいから、下はちゃんといけてるから OK でしょ。だって普通に俺一般人やしさ、 YouTuber じゃないしさ。どうしたの急に。炎上するやんしないよでめっちゃ上も楽しいし下も楽しい。てか最後のポイントやばくない。全部面白い。でも特に最後のポイントね、やばいね。ここ飛ぶね。だからそう、俺は飛びてって人来た方がいい。うん、いや楽しすぎるね。これドパウダーだったらマジで面白い。多分もうね次の日犠牲にしてもね、フルで滑った方がいいね。ね、いい。まあ、滑るんだけどね。そう、滑るね。パウダーだったらさ、あそこからバックフリップしても多分痛くない。痛くないね。多分もうコロ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 って転がってそのまま行くから、もうおにぎりだ。おにぎりだ。ライスボールね。ライスボール。ライスボールだ。おにぎり食いて、もう塩ののみ。塩オンリーおにぎり、うん。ソルトオンリーが一番上。ソルトオンリー。うん、原点にして頂点感あるやん。なんだこの話。まあそれぐらいがちょうどいいんじゃない。なるじゃん。まあホームビデオしよう。ホームビデオ。え、クリモンスくん覚えてますかね、みんな。覚えてねえよ。覚えてない。いいよ。あのだいぶ前の映像にね、クリモンくん結構スクールやってくれたんですよね。やったなあ。スクールだっけ？ハウトゥーか。ハウトゥー。ハウトゥーやったよね。本当クソみたいな知識しかないしさ、スタイルも。スキルもないけど、いや全然スキルあったよ。あれ何回も見てますっていうさ女子がいたんだよね。あ、そうなんだ。そういうあのクソくだんない話もここまでにしよう。あ、ここまでにしよう、うん、とりあえず関温泉は最高のゲレンデということで、あのまだ結果が 10m とかないんでね、 10m ぐらい飛びたい人はこのゲレンデに来て地形でぶっ飛んだら超楽しいと思いますので、ぜひ遊びに来てみてはいかがでしょうか。それではね、今日はちびかながいないのでピースアウトはしませんということで、今日の動画はここまでということで、お疲れ様でした皆さん。お疲れ様でした。じゃあ皆さん良いお年をお過ごしください。